デリと現代やつを取ってで、アソワブラシでは、これ、コウさんとヒアルロさんが入ってるのは飲めないのじゃじゃんやばいじゃん、めっちゃよく使うからな。まあ、要はメインがこのさ、左側さ、こうさんが手を洗う。おいしいでしょ。洗うだけじゃなくて、多少の殺菌性がある。今言われたね。今じゃあさ、この体重で培養肉やる。培養、はい。培養、あ、他に何があるわけ。培養ぐらいしか開けないね。低脂肪だから。カキ系や。ID とか。低脂肪だし、カキ系や。あ、じゃあ ID とローマで普通の ID とか開けないの。賞味期限切れ。一気。賞味期限切れ。も高島くんにあげたけど。モニシン入れないでいいだろ。すごく一時的に。はい。一時的。一年か。一年。ちょっと嫌だな。ついてもいいからね。大丈夫。あ、立てなかったら。いつ絞ってみてください。本当に絞りにくいんだなこの子。もう一回絞るよ、ね、4時8時、うんあ、出なくなった。絞れたのかな。絞れたのかな。あ、絞りにくいこれ。そう、だから絞りにくいけどめっちゃ出たね。太ってるさ。手袋しないと。あ、でもほとんど出てるか。ちょっとさっきの一発で。さっきめちゃくちゃ出ましたもん。さっきの一発で出てるか。僕は師匠もっと痛い。師匠もっと痛い。ごめんね、師匠怒んな。我慢して。あ、でもできるよ。大体。はい。ちょっとお尻見てみて。だって5分の20、5分の20ぐらいだよ。5分の1ぐらい。ごめんね、真っ赤になっちゃった。あの、誰だっけ、横井さんにさ、リードつけて2本、リードつけて3本。一緒に行って。こうやって給仕とさ、注射と一緒の。バッ、バラバラ。誰が？コタちゃん。あ、コタちゃんは一緒です。一緒。うん。コタちゃんは一緒です。で、ここでの病院のつけ方としては、たすきがけ。たすきがけ。はい。たすきがけ。斜めって。そう、斜め。童話一番ダメなのは逃げちゃうことだからね、逃げちゃうと申し訳ないから。あ、そうそう、こんな感じ。そう、いや、もう自分ここでちょっときつめに締めて縛っちゃってます。あ、そうそう、もう一回
ちーちゃん、お散歩行ってきて、お散歩。この子、シーズーとどこが違うのかなっていう。そうね、ちょっとそうですね、ちょっと思い出しちゃう。サイヤさんよくシーズーと違う。どこが違うの、どこが違うの、楽しみ人あれば。シーズー、まあ、食い込んでしょ、肉があるから。ではお散歩行ってきます。